ですね。皆さんの中にもお困りの方。あらまあ、パンチが飛ば。あ、助けるお前が滑ってどうすんの。ダメだよ。石につまずいてカメラマンが転んだ。気遣って駆けつけたリポーターのゆりえちゃん、ところが VTR はしっかり回り続けていたんです。転んでもただでは起きないカメラマン根性、これは美味しいハプニングシーン。いやいや、どうもごちそうさまでした。すごい、すごい、ごめん、すごいすごい。てから見てください、こんなにたくさんのカモメたちが。いや、餌と間違えて姉ちゃんの指かんじったよ、まずい。群馬県特産の舞茸なんですけども、今日はこのキノコを使っておいしいお料理、おいしいお料理。素晴らしい温泉を紹介してみたいと思います。このに2度までも災難にあったともこちゃん、3度目に注意しようね。おじさん、おじさん、今テレビの本番中よ。いやー、極楽極楽。ありがとうございます。あ、ちょっと一杯。あ、そうです。お水ですか。ひろみちゃん、大事なマイクが焼けそうで頭の中は大パニック。夜間のお湯をかけて消そうとしたんで騒ぎがさらに大きくなりました。おりゃ大事だ。後ろのトラックに全然気づかない。あと5メートル。あ、危ない。いや、危なかったな。もっと、え、もっとですか。はい、もっともっきり押してください。え、ちょっと出ないんです。どこ消してんの、どこ。ほらほら、周り中の人に迷惑かけちゃって後でお尻ペンペンだな。今からいただいてみたいと思います。最初からテーブルの安定感は悪そうだったもんね。あんみつ姫ならぬおしるこ姫のリポーターのかおるちゃんでした。このしょっつる鍋はご主人のあんぼさん特製の出汁が使われているということですね。はい、とっても美味しいです。はい、じゃあ早速いただきます。予感がするな。なんか嫌な予感が。まだかまだか。いただきます。はい、どうぞ。じゃあこのまま一口でいきましょう。彼女は猫舌だったんです。汚かったです。本当、それにしてもお行儀悪いな。